皆さんこんにちは。猫背専門チャンネル猫背のアジト、今日もご視聴いただきありがとうございます。理学療法士の小峰崎明です。以前ですね、ストレッチポールを使ってここの胸椎と言われている肋骨のついている背骨ですね、ここからここまでの範囲、これがこう丸まってしまっていると猫背の状態になりやすいので、ストレッチポールを使ってここをしっかりと起こしていこうというようなエクササイズを紹介させていただきました。ただですね、ストレッチポールがなくてもできないかっていうふうなご意見だったり、あとはもっと簡易的にできないかっていうふうなご意見をいただいたので、今日はですね、壁を使った胸椎をしっかりと伸ばしていくようなエクササイズを紹介しようと思いますので、ぜひご自宅のね、壁を見つけてですね、ぜひやってみていただければと思います。動きはですね、すごくシンプルです。壁にこのように手をついていただいて、お尻を後ろに突き出すような感じでですね、背筋を伸ばしていきましょうかね。少し背筋を反っていくようなイメージですね。で、楽にして、もう一度お尻をぐっと突き出して、この時お膝は曲がってしまって全然構わないです。曲がってしまって構わないので、骨盤をしっかりと前傾させてですね、背骨を反っていく方向に動かすようにしてください。丸めましょう。もう一度。今の方向ではももの裏側が突っ張ってしまってできないよという方も多くいらっしゃると思うので、そういった方はですね、このように膝をつけていただいて壁に手をつけ、お尻を引いていくワークをしてもらうと、ももの裏側の影響がなくなるので、ダイレクトにですね、背骨に効かせていくことができます。こういう形ですね。そしてもう一つ、肩に痛みがある方、このポジションを取っていくと肩がすごく上がるので、これもきついよという方はこのような感じで少し前腕ですね、肘から先をベタッとつけてもらって、お尻を突き出すだけでも結構です。これだけでも結構ですので、少しずつ動かしてみていただければと思います。このようにですね、ご自宅にあるものを使ってですね、簡単にできるようなエクササイズをですね、ライブ配信をさせていただいております。決まった曜日、決まった時間帯にみんなでオンラインのトレーニングルームに集合してですね、みんなで楽しくワイワイ運動しよう、こんなのをコンセプトに実施しておりますので、興味がある方はですね、下の概要欄からチェックしていただければと思います。引き続き猫背に関連した情報をアップしていきますので、ぜひ下のネクちゃんマークからチャンネル登録していただければと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。